皆さんこんにちは。今回の動画、ビジアンギター286話で気になったポイントを掘っていき、また今後の展開も予想していきます。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。今回の動画で掘っていくのはフリア関連とユイ関連、以上2件。今回の216話ではフリアママの回想シーンが挿入。回想内容としては、精神寮へ入寮するため北海道から東京へと見送るシーン。フリアママはサトルの性格の関係上、高校でもチームメイトと馴染めないと思っていましたが、聖堂へ入学したことによって一新、徐々に人間味のある選手となり、今回の決勝戦サトルが高騰している姿を見てフリアママは感動していました。また6回の裏でフリアが矢部から三振を奪った後のガッツポーズ、以前挙げたこの動画のコメントでもありましたが、このガッツポーズは19年ソフトバンクの千賀投手がノーノーを達成した時のオマージュ。なお個人的にはこのガッツポーズを見た時一番初めに思ったのが、プロスピ2019私立ベスト9の千賀投手。この千賀投手といえば CC マかつ S フォーク、スピカイ案件の一名かなと思います。ちなみに主もプロスピの方をしており、リアタイではこちらのオーダーで試合に挑んでいます。1番村上、2番落合、3番由伸、4番のり、5番正隆、6番浅村、7番新庄、8番源田、9番甲斐、また7から9番は代打起用となっており、新庄のところでギータ、源田のところで中島、甲斐のところで短期か森友也、あとピッチャーの方はこちらを使用しています。上沢、藤浪、千賀、外小葉、山本由伸、中継ぎの方はマルティネス、田口、モイネロ、福、最後の抑えは赤堀投手。昨年は名人9位まで行ったので、今年は昨年以上短文値を目標にやっていこうかなと思っています。話は少しそれましたが、続いてユイ関連。今回の216話では7回の裏からフリアから沢村へ継投。またフリアはベンチには下がらずレフトとして起用。7回の表ワンアウトランナーなし。本来このケースには9番レフト麻生が打席に立つ予定でしたが、ここまで麻生は2-0ということで、聖堂首脳陣は麻生に代えて代打投入。1年生の由井薫。由井は聖堂に在学する右投げ左打ちの選手。ダイネース獲得2、一冠から登場。高校入学前から同世代ではみんな知っている有名選手だった。聖堂入学後はバッティング練習でアピールし、1年春の都大会4回戦の大台地高戦から背番号20でベンチ入り。同級生である正志のように出場機会はありませんでしたが、春対後も由井は1軍の試合に帯同。しかし夏祭前に聖堂片岡監督から、由井はバッティングが良いがキャッチャーに三重殿がいる以上マスクをかぶる機会を与えるのは難しい、そのためキャッチャー以外の他のポジションを提案された。この提案に由井は迷わず OK。 徐々に外野として出場機会が増え、バッティングで結果を残し、現在行われている夏祭では背番号19外野手兼キャッチャーとしてベンチ入り。試合の方ではここまで3-3と打率10割という結果を残している春市2世。この3安打の共通点としては、全て代打で初球攻撃かつ長打。今回の4打席目も代打、つまりこの打席でも初球攻撃かつ長打。もしここで由井が打つようであれば、精度追加点の絶好のチャンス。ディフェンスとしては何としても抑えたい。一体どんな対戦内容となったのか。成宮対由井、1回目の対戦。しかしこの対戦はあっという間に完結。1球目インコースのまっすぐに空振り、2球目由井の体勢からアウトコースのまっすぐに空振り、3球目インハイのまっすぐに空振り、つまり3球三振で由井は凡退。7回の裏はフリアがレフトの守備につくため由井の守備起用なし。つまりこの打席をもって由井の1年夏祭完結。由井は昨年の春市のように打率10割という結果を残せず、今大会が終了しました。
この対戦を見て思ったこと、なぜ正道首脳陣は成宮は左ピッチャーであるのに右バッターの正志を起用してなかったのか。個人的には正志はもっと大事な場面で起用したいと作者は思ったので、今回代打で由井を起用したと予想。もし成宮対正志の対戦が実現した場合は回想しますと、試合前正志との対戦を楽しみにしていた成宮、成宮対正志1話半で描かれる可能性あり、この対戦由井との対戦時のように全球まっすぐ勝負をするのか、それとも由井とは違い昨年兄哲也が3打席目まで苦戦していたチェンジアップを投げるのか、一体どんな対戦になるのか楽しみ。また由井はこの刷新をきっかけに1年秋ではさらなる覚醒を期待。キャッチャーとしての起用は一旦無視をして、現在2番を務めている春市のようにクリーンナップを打つバッターになれば理想的。ここまで286話の気になるポイントを追っていきましたが、ここでのポイントでは286話の続き、287話以降はどうなるのか予想していこうと思います。286話では2対1と聖堂が1点リードで迎えた7回の表が始動。6回の裏でフレが三者凡退に抑え、良い流れを7回の表に持ってきましたが、8番金丸ショートゴロ、9番麻生に代わって代打由井、まっすぐに振り遅れ3球三振完全敗北。1番倉持の4打席目を迎える前に286話終了。287話はこの次から始まります。今後の展開として問題なければ287話で成宮対倉持の4回目の対戦。倉持はこの試合1打席目はワンストレイクか2球目、わずかにいたまっすぐを逃すことなくサード矢部の横を抜けるレフト前ヒット。2打席目は両サイドをまんべんなく使用され2ストライクと追い込まれてからの4球目、アウトコースのまっすぐに対応できず空振り三振。3打席目はワンボールツーストレからの4球目、成宮がカウント取りで使用したチェンジアップに空を切ってしまい2ストライクと追い込まれた倉持。その後倉持は5球目から8球目まで連続ファウルで粘り執念を見せる。特に7球目に関しては4球目で空振りをしてしまった成宮のウィニングショットチェンジアップをカット。ディナイスバッテリー苦戦、なかなかサインなども決まらず9球目、まっすぐが高めに外れ3ボール。そして10球目倉持の粘り勝ち、9球目と同じまっすぐが高めに外れフォアボール。つまり倉持はこの試合2の1、1フォアボール。286話の最後のページではエース沢村登板。そのため倉持の4打席目を見せ、7回の裏2番手としてマウンドに上がった沢村が1球目を投げ終わった後287終了とか。ちなみに7回の裏はフリアはベンチに下がらずレフトへ。昨年もありましたが、今回の決勝でファインプレーをした麻生のグローブを使うという展開を少し期待しています。以上、今回は以前挙げた286話で気になったポイントを追っていき、また今後の展開も予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。 Twitter とインスタもやっておりますのでフォローの方お待ちしております。